必ずやろう日本最高浅川豊かですこの動画を見てそうそう共感できるというふうに思われたらですね是非チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて アベノマスクについてですがまあ相変わらずですね否定的な扱いいいうのが多いですよね、えー、先日ですね岸田総理がですね、まあ、余っていたアベノマスクをですね、まあ、全て8,000万枚以上ですかまあ処分しますよみたいなまあそういう話が出てきてですねまたアベノマスク批判というのがどん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 こう出てきてるっていう形になっています。ですがね私ははこの安倍のマスク批判というのは 非常にアンフェアな扱いになってるんじゃないかなっていうふうに前々から思っているわけなんですねそれはなぜかと言ったらアベノマスクがなんで評判が悪かったかと言ったらあのマスクの大きさが小さすぎたということに起因してるんじゃないかなって思うわけなんですアベノマスクが配られた当時は市中にはマスクが全然ないような状態でもう日本中がパニックになってるようなそんな状態でしたよね であの段階で何度も洗って使える布マスクが出てくるということになればそれはありがたいねって思うところは多かったはずなんですで。ただ実際に配られてきたアベノマスクの大きさが小さすぎてこれは子供サイズじゃないのか。 ねえー、あるいは一回選択するとさらに縮んでしまって、ねまあ、そんな感じだとちょっと大人は使えないんじゃないかという現実問題が発生して、まあ、それがネガティブなところにいったんですがその責任って安倍総理にあるんですかというと私はかなり疑問なわけなんですよね。 安倍総理はあの当時の中で一生懸命考えた上で今布マスクをみんなに配れば何度も洗って使えるからきっと喜んでもらえると思ってそういう方針を打ち出しそしてそれを実際に実行に移したこれはむしろ賞賛されるべきことではないのかなと思うわけなんですね。 そういうわけで安倍総理は布マスクを大量に用意してそれで各家庭に配るということが行われればきっと国民は喜んでもらえると思ってやったんだけれども現場の方厚生労働省の役人とか あるいはその受け負う業者とかがすごくずさんな仕事をやったがために結果的にあんまり国民に喜ばれることの少ないマスクになってしまったということではないかってことなんですよね。そのことを含めて安倍総理の責任だと言われればまあそれはもちろん一番上の責任者は安倍総理ですから安倍総理の責任だということも言えないわけではないですよ。それはでもね、 会社の中で不祥事があった時には社長が預かり知らないところで起こっていたとしても社長に責任が及ぶというのと同じレベルの話じゃないですか。現実問題とししててそこに対対安倍総理が対処するということはありえないですよねマスクの大きさをどのぐらいにしろみたいなことまで。 独裁者じゃないんですからね。厳格に決めて、この通り作れなんていう形で渡すわけがないわけで、ね。えー、国民が喜ぶマスクをちゃんと作ってくれということで持って指示を出したら、あとはそれは現場の責任に本来はなる話じゃないですか。そしてその現場のところがいい加減だったから、あんな感じになっちゃったというのが実際なわけで、 それを全部安倍総理が悪い安倍総理が悪いという形で持っていくのは本当にね卑劣な議論だなというふうに私自身には感じるところがあるんですさてこのアベノマスクの無駄遣いという議論についてはですね会計検査院が指摘してるじゃないかみたいな感じでもってですねまあよく取り上げられてたりしますよねところが会計検査院は えー、令和2年度分のですね、この予算全体について、こういろいろ見ていった中で、187件、2108億円にわたる、まあ無駄遣いというか、ちょっと問題があったんじゃないか、系のですね、指摘はしているんですけれども、この件数、この金額の中に、アベノマスクの話は入っていないというのは、皆さんご存知ですか 会計検査院は問題のあったことについては、不当事項という形で、ね、これは法律に違反してるじゃないかとか、これは予算から本来逸脱してるじゃないかということが明らかであるというものを見つけると、こう、不当事項ということでもって指摘をします。また、これはちょっと問題があるんじゃないの絶対おかしいとまでは言えないけどさ、みたいな形で、 これはおかしいんじゃないかという形で意見を表明するという形で表示される事項というものがあるんですね。で、また、まあそういう形で指摘をした結果として、まあ修正が行われましたみたいな話もまたちょっと出てきたりします。で、これらのことというのが、いわゆる指摘事項と呼ばれているもので、これが無駄遣いとされているものの合計になるわけなんです。 で、アベノマスクの話というのは、実はこの指摘事項の中には入っていないものなんですね。つまり、国民的関心も高いだろうからということで、会計検査院が別途に調べたお話ということになるんですね。そして、えー、この会計検査院が調べた中にあっては、えー、どういうことがこのアベノマスクについて指摘されているかといったら、 当時はマスクがどのぐらい不足していたのかということについて調べてみたら非常に逼迫しているということが確認されこういう事業を行うことの緊急性があったということについては会計検査院は認めているということになるんですねえ実際のその文面を読んでみましょう 布製マスクの調達契約については、両省とも、受給が逼迫するマスクを大量かつ早期に確保するためなどとして、いずれも緊急であることを理由に随意契約としていたことから、 一般社団法人日本衛生材料工業連合会の統計資料により確認したところ同資料による家庭用マスクの生産量及び在庫量の状況からすると当時マスクの需給が逼迫していた状況が見受けられたという形で書いてあってですねちゃんとそういう形で需給状況は逼迫していたからこういうマスクを提供する必要性が 認められるということをきっちりと書いてくれてるわけなんですね。で、その上でこの事業が行われているということになっているから、このことを無駄遣いという扱いにはしていないということになっているんです。でただですね、まあ、使用書をちゃんと作るとか、 それから不良品が出た時の対応を決めるとか、まあそういうことがきちんとできていなかったがために、まあいろいろな形でトラブルがあったということについては、まあそれは事実として認めましょうということにはなっています。ね、ただですね、 緊急時において、まあいきなりこんだけ作れみたいな感じの話になった時に、まあメーカーの側からすれば、そんな無理なんだ言われても困りますぜみたいな話もあるので、その最初の企画みたいなものというのは、まあそれは本来厚生労働省で準備するか、ね、あるいは業者の側からこんなんでいかがでしょうかという形で出てきた形のものをベースに ねまあ、これ妥当だなと思ったらそれで判断するというのでもいいんですが、まあ、しっかり決めておけばよかったわけですけれども、まあ、それをしっかりやらなかったということについては確かに落ち度がありますねということになったりします。ですがその話は安倍総理の話と関係ないじゃんというふうに私自身は思うわけなんですね。 このレベルの話を安倍総理に対する批判として向ける言論というのはあまりにもアンフェアではないかそういうふうに思うわけなんですで。こういう事情を理解する頭もないんでしょうかね。ねあの鳩山幸男元総理はですねね安倍のマスクが結局8,000万枚以上ね、えー、処分することになったと壮絶な無駄遣いだったと。 500億円以上使ったという話だよね、と。あのアベノマスクの責任は一体誰が取るんだみたいな、まあツイートをして喜んでたりするし、ね。えー、安倍総理が全て買い取るべきだみたいな、まあわけのわからんですね。まあそういう運動で盛り上がってる人たちっていうのがいるわけですけれども、 その人たちに問いたいのは、あなたたちの安倍総理に対してのそういうクレームの付け方というのはフェアなものですかそれともアンフェアなものなんですかということなんですね。私は明確にアンフェアだというふうに思うわけです。そして、この手の筋論で考えればこういう結論が出てくるのは私は割と素直な理解だと思うんですが、 こういう筋論がマスコミの中に全く取り上げられてこないというこのマスコミの歪みとかおかしさというのもこれは日本の大問題だっていうことにならないでしょうかマスコミの仕事をですね親気になられている方にですね私がぜひこう伝えたいのはイデオロギーからものを見るのはやめてくださいということなんです最初から安倍総理は悪ねそれに対して 共産党とか立憲民主党の側は全みたいな、なんかそういう区分けがあって、ね、もうとにかく安倍総理のやることは全てけなすけなすけなす,けなすみたいな感じ。で、立憲民主党や共産党が変なことをやったりとかしてもですね、あんまり問題にしないみたいな、そういうあり方っていうのをやめて、公正に見てほしいっていうことなんですよね。で、ね、我々ね、まあ、よく寝とうよ、みたいな感じで、ね、こういうね、 言われたりすることがあって、なんか右寄りにガーって偏ってるみたいな、そんな感じのイメージを植え付けられていますけれども、こちらはあくまでも筋論で考えた上で、おかしなことはおかしい、正しいことは正しい、それを求めているのに、なんかそれがね、偏りがあるかのような扱いにされている。ね。 この言論空間というのが本当に日本のガンなんですよね。ね。マスコミにいる皆さん、自分たちの仕事を今そんな形でやってて恥ずかしくないですか政治的な立場なのをなんだかんだのっていうのをなくした上で、公正客観的に物事を見るということ。筋を通して正しいものは正しい、間違ってるものは間違ってる。そういう見地でしっかりとした報道をやってください。 ね、私はあなたたちの両親が心底腐ってるとは絶対思わないので、ね、必ず修正していただけるものだと信じています必ずやろう日本最高朝香豊でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークのところの通知設定も全ての方にですねえぜひ切り替えてよろしくお願いいたします <music>